小暮隆の、G、エピソード小暮選手はスーパー GT やフォーミュラ日本で活躍したホンダ系のドライバーそんな彼にはいくつもの天然エピソードが存在する今日はそれをざっくりご紹介1つ目小暮が自宅で AE86 を整備している時にジャッキが外れ頭に30針も縫うケがをったことがある2つ目2011年の鈴鹿で GT300 クラスと接触した際 無線で後ろから正面衝突されたと言っていた3つ目鈴鹿では喜佐加樹一を横に乗せて BRZ をドライブした際11が横に乗ってて緊張したせいで6速でデブナーに侵入したちなみにスーパー GT の解説を担当していた由良拓也は「小暮を宇宙人」と断定している。